どうもじゃ、サバイバルおじさんじゃよ。アップデートが来たようじゃな。新マップに、新たな素材アイテムが実装されたのかのう？新たなストーリークエスト、壊れた橋と悲鳴の森。新マップじゃな。ユニークな新アビリティがついた、森の獣と森のストライダーの新たなアーマーセット。グールの血で染められた武器。床、壁、作業台、シェルター用の建築テアー。遠くまで出かけるの。ついでがあれば、地下室に行って。地下室に来いじゃと。おう、アップデート報酬じゃな。これをポチッとしてもらって、地下室にでも行ってみるかのう。なになになに？ビンゴイベントも開催しておるではないか。前に開催されたやつじゃろうこれ。チケットを集めて宝くじギフトをもらう。ふむふむふむ、今回は悲鳴の神宝くじのギフト。確か、3ついらないものを選んで、残りのものから選ぶ感じじゃったような。まあ、これは後じゃな。地下に来てくれと言っていたので早速来てみたぞよ。なんぞ、腹が減っている状態ではないか。よしなんじゃろうか？ねえ、これを見てよ。周波数を調べたら、偶然スピアンのラインを見つけたんだ。私の給油から SOS 信号を受け取ったって。彼女の名前はイングリッド、鍛冶職人。北のどこかで、困ったことになっているみたい。私の無線じゃパワーが足りなくて。もっと近づかないと、信号を拾えない。荒れ果てた窪地で試して。そこにはウラン鉱床ほどの放射能を有するディケイアーの祭壇がある。祭壇を破壊しなければならない。なんじゃと？荒れ果てた窪地に行って祭壇を破壊しろと？ふむふむ。では行ってみようじゃないか。よし、窪地は自転車で行くとしよう。ということでじゃな、アップデート後シェルターから出られない状態でプレイが遅れた。さて、祭壇らしきものを発見したぞよ。ライフルで破壊するぞよ。よし、破壊完了じゃ。次のクエストは？荒れ果てた窪地を出てグローバルマップに戻るじゃと。ほうほうほう、なるほど。実際には窪地のアイテムを回収してから出たのじゃがな。うむ、イングリッドの周波数に合わせられない。しばらくするとリベッターから連絡がある。どう？順調。電波を彼女に送れないだって。ああ、ごめん。私があなたを県内の民に送ったせいだわ。よし。古いガソリンスタンドに行って、屋根にいるガンスリンガーに加わって、そこからイングリッドに連絡してみて。うまくいくはずだよ。ただし問題が一つある。デッドウォッチマンが電磁場を放射してて、そいつがいる限り、無線は妨害されるってこと。ガソリンスタンドに行けって、デッドウォッチマンも倒せてと。ということでじゃな、デッドウォッチマン戦に来ておる。スロー攻撃が厄介じゃが、それを解除するアイテムが品切れでじゃな。なしで倒してみようじゃないか。今使用しているのはライフルだから足もどうせ遅くなる。HP2 本目のバージェと問題ないのじゃがな、1本になると範囲攻撃が痛いのう。ということでじゃな、プッシュブルをガススリンガーに渡して終わりじゃ。盾持ちクロウは倒した、あとはストンパーだけじゃな。
産物と火炎瓶で倒しに行くぞよ。身体のでかい割には足が速いからのう。属性で HP を徐々に削る。これでおしまいぜ。よし、これでクエスト完了させよう。巡回しているから、渡れないの。お願い、どうか厨房を送って。奴らを食い止められない。うむ、ここでようやく橋に行けじゃと。ほう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 。君とろの戦闘に備えろじゃと。ということで初の壊れた橋に行ってみるぞよ。戦闘もあるみたいじゃな。橋を直すだけじゃないのね、わら。よし、着いたぞよ。敵はどこじゃ？森の子供たちを殺し、壊れた橋に近づく？子供たちって？おう、なんか持っていたぞ。さて、子供たちはどこじゃどこじゃ？子供じゃろ子供。うむ、いたいた。壊れた橋の周りにいるのか。開拓者じゃと？ HP5000 オーバー。おい、子供じゃないじゃろこれ。立派な大人じゃろ？おい、取り口やがれ。このマングース注射器を使おう。それ違う違う。ああ。仕切り直しじゃ。ちょっと武装を変えてきた。この武器はもう壊れるからこれを持ってきた。そんで持って先に遠距離攻撃をしてくるやつを倒していこう。ボス的なやつを無視して、開拓者を先に倒したい。あちこちからの攻撃がうざいのでじゃな。危ねえ。だから危ないってばよ。マンブー注射器なんぞ、もうないぞよ。よし、あとはボス、森の監視者だけじゃな。毒みたいなのを食らっているのは厳しいのう。マングース注射器なんてもうないしな。あ、あれを持ってきてたんだった。これこれこれ。アップルパイだっけ？すべての状態を直してくれる。これで毒みたいのを消しておこう。よし、そろそろ攻撃じゃな。足が速いのう。ボスの攻撃食らっても仕方ないな。よっしゃー。これで橋を直すのかのう？敵はもういないのじゃろう？わお、すごい戦いぶり。そうか、目を離せない展開だったわ。あなたの戦いっぷりバイキングみたいだった。ひどい訛りでごめんなさい。あなたたちの言葉を覚えたんだけど、緊張すると訛りがひどくなるの。気分が悪いわ。奴らの毒矢を受けたせいね。手がしびれるし、頭が痛いの。私、どうしても悲鳴の森に行かなきゃ。でもこのろくでもなし友が私を追いかけてきて、橋を壊したの。助けてくれてありがとう。ねえ、橋を直せる。橋があれば悲鳴の森に行けるわ。森には希少な資材がたくさんあるの。どう？興味ない？なるほど、これで橋を直せるのじゃな。ほう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 。何やら見たことのない部品があるのじゃが。あとは、釘、板、コンクリートじゃしな。これこれこれ、溝が多大？エンジニアのスプリンターと交換か。うほ、これはちょっと時間がかかるのう。武器は先ほどのもので倒せた。ちょっと武器を持ってきすぎた、わら。おう、課金でも材料が入手できるみたいじゃ。
ちょっと待てよ。壊れた橋を修復する、かっこ3分の1段階ってなんじゃろうか？1回で直らないってことかこれ？ということでじゃな、壊れた橋までのクエストをやってみました。徐々にだがアップデートでマップが増えてきた。今回はここまでです。ご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。